山野桜デジタルです。こんにちは。11インチのタブレットの紹介です。今回はですね、シャオミパッド6、これをご紹介します。以前パッド5を紹介したんですけど、その後継になるものです。これのキャッチフレーズがハイエンドクオリティを手に入れようという内容になっております。実際に、まあ、そのキャッチフレーズのような性能を持っているのか、ちょっと気になって買った感じです。こちらですね、ディスプレイが高精細もので、解像度が WHD プラスとなってまして、2880×1800 画素数を持ってます。 3K に近いですよね。一般的なタブレットですと 2K ぐらいなんですけれども、であとリフレッシュレートも驚きなんですけど、 144Hz ということで、まあ、120Hz でも速いと思っているのに、さらに上って 144Hz まで対応しております。魅力のある11インチタブレットになっていると思います。であと音に関してもドルビーアトモスを対応しているということで、悪くないんじゃないかなと思われます。ネットフリックスやアマゾンプライムビデオなどを見る場合にはかなりいいんじゃないかなって気はいたします。それだけではもったいなく、 SOC がスナップドラゴン870を搭載しておりますので、タブレットの中では早い方じゃないかなと思います。まあ、仕事でもゲームでも使えるタブレットになってるんじゃないかなと思います。そういった意味で、このタブレットのキャッチフレーズのように、ハイエンドクオリティを手に入れようっていうのは分かるような気がいたします。それではこれを決定機能性能を見ていきたいと思います。それでは開けていきます。あ、こちら先ほど値段を言わなかったんですけれども、まあ、中古未使用品で4万円ちょっとで購入ができました。はい、それで開けていきます。はい、来ました。いつも思うんですけど、シャオミの製品はのパッケージ、特にタブレット前回もそうだったと思うんですけど、白が綺麗な、やっぱ密閉が高いですね。なかなか開きません。あ、来ました。おお、ちゃんと綺麗に収納されてます。これ紙ですね。いわゆるプラスチック製じゃなくて、環境に優しい会社のような気がいたします。で、これ見ての通り、やはり書かれてる WQHD プラスで、リフレッシュレート 144Hz で、スナップドラゴン870で、スピーカー、クワッドスピーカー、4スピーカーがドルビーアトモスということで、まあ、かなりハイスペックです。ちょっと驚きです。これ、ラムが 6GB で、で、ロムが 128GB になってます。それではですね、本体は後ほど見ていきます。添付品を見ていきたいと思います。で、まず、綺麗に収まった添付品。こちらは、マニュアル類ですね。これ、ユーザーガイドと、あと、保証に関しての内容です。この2枚だけです。で、ユーザーガイドはこんな感じです。日本語でちゃんと書かれておりまして、あまり詳しい細かい内容は書かれてないです。こちらにちょっとした各スイッチ類の説明があるぐらい、大した内容は書かれておりません。このマニュアル類ですね。で、それと、こちらに AC アダプターとケーブルですね。と、タイプ A からタイプ C の一般的なケーブルです。で、あと、33W MAX の AC アダプターになってます。これを見ればわかりますね。AC アダプターが入っているっていうのはとても嬉しく思います。添付品はこの4点になります。次に本体を見ていきたいと思います。剥がしていきたいと思います。やっぱピリピリ感はあんまりないですね。プラスチック製じゃないの。ザラザラ感がありますけど。画面はかなり光沢があって綺麗です。映り込みが激しいので、後で非光沢のフィルムを貼ります。色はですね、シャンパンゴールドです。ちょっとシルバーに近い色ですけれど、触った感じはかなり滑らかで、マットな感じで指紋がつかないものになっており、とてもいいです。筐体は金属なので、メタリック調です。今、流行りのこの角張った、エッジのあるデザインになってます。スイッチ類見ていきますけど、これがボリュームになっています。で、こちらにスピーカーが2つ、片側にございます。ここに USB Type-C のポートがありまして、こちら側は特に何もないです。反対側見ますと、また2つスピーカーがありまして、4スピーカー、クワッドスピーカーの構成になってます。で、ここにドルビー、アトモスの文字が刻まれてます。これが電源になります。カメラなんですけど、1300万画素のリアカメラになってまして、で、ここにフラッシュライトがあります。で、フロントカメラは、これ800万画素。このフロントカメラの位置からすると横置きがベースになると思います。で、あとここにね、キーボードつなげるときのコネクタっぽいものがございます。で、これがスマートペンチャージャーになる。多分磁石でこれペンがペタッとくっついて、ペンに電気を供給する部分だと思います。重さを測ります。どうでしょう。488g になります。以前紹介しました、シャオミパッド5は 500g オーバーでした。11インチにしては 500g 切ってるので、軽い方じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。持った感じもかなり重いっていう感じはしないです。やはり薄いのが、まあそういう風に感じるのかもしれないんですけど、非光沢のフィルムがこんな感じで貼れました。ちょっと上に寄りすぎちゃって、下がフィルムが貼られてない部分が開きが出ちゃったんですけど、まあこれで良しとします。こちらのフィルムを貼りました。非光沢で、で、このタブレットペン使えますので、紙のようなちょっとザラザラ感のあるフィルムになってます。ペンだと切れ味が良さそうな感じです。はい、それではこの後電源を入れて初期設定をしていきたいと思います。それでは電源を入れていきたいと思います。ここに電源があります。横ですね。電源がつきました。シャオミですからミーですね。電池があるかどうかちょっと気になるんですけども、
ありそう。あ、これなんか横置きなんですけど、ちょっと縦でやらなきゃいけないみたいですね。ちょっと向きを変えます。これで図書記設定をしていきます。日本語。で、日本です。これでいいです。で、この後 Wi-Fi の接続になると思いますので、Wi-Fi を接続していきます。はい。Wi-Fi の接続ができました。今、タブレット設定中になってます。この後、Google ID の設定になると思うんですけれども、でも電池 73% あるから、だいぶ大丈夫そうです。で、画面綺麗です。あと、ベゼルも細めでいいんじゃないですか。これ金属製の定規なんですけど、多分ペンの、あ、磁石で貼り付きますね。こんな感じで。ここに磁石があるみたいです。多分ペンの充電のために貼り付ける磁石が埋め込まれてるんだと思います。だいたい、ベゼル8ミリぐらいですかね。っていう感じです。でも、ベゼルは細い感じでいいです。あ、これコピーしないでいきます。はい。で、画面ロックなんですけど、指紋認証のセンサーがありませんので、これ有機 EL でもないので、画面内認証もないです。そういった意味で、こちら顔認証があります。顔認証を選択します。次へを押して、顔のデータを追加します。開始します。瞬間的に終わりました。早いです。これで顔の登録ができましたので、続行です。で、これはもうアシスタントは全部スキップで。この画面が出るともうほぼ設定は終わりです。いいえ、ジェスチャーでいきます。特に問題ないです。これで一応すべて設定おりましたので、ドアップしてシステムに入ると。うわ、綺麗ですね。驚きました。色がすごくくっきりして綺麗です。素晴らしい。うん、いいんじゃないでしょうか。顔認証の性能を見たいと思います。ちょっとこれ横置きにしましょうか。ここにカメラがありますから、顔認証横置きでやっていきたいと思います。お、早いですね。もう一回。正面向いてないんですけれども、お、外れますね。これ結構距離50センチあるんですけど、外れます。カメラに対して正面向いてないんですけど、認証やってみます。はい、すぐ外れました。こんな感じです。認証性能は問題ないです。はい、以上です。CPU 性能を測定するため、Geekbench 6でベンチマークを行っていきたいと思います。で、こちらが今回紹介しております、Xiaomi Pad 6で、送信がSnapdragon 870です。で、こちらが今回比較対象といたします、スマートフォンなんですが、Oppo Reno 9A の送信がSnapdragon 695 5G になります。それでは行きます。ドン。はい、スタートしました。こちらの Snapdragon 870を搭載する Xiaomi Pad 6の方が早いと思われます。Snapdragon 870ですから、ハイエンド級の SOC になりますので、もう 3% いってますね。ですから、こちらが早いことは分かっているんですが、どの程度ミドルスマホであります Snapdragon 695、差が出るか見てみたいと思い、今回比較対象としております。もう早いですね。差がもう倍ついてます。もうそろそろ Xiaomi Pad 6が終わりそうです。今 96% になってます。こちらまだ 63% なんですが、あ、終わりました。100%。で、こちらは 66% ですので、こちらの Oppo Reno 9A Pad 6より 66% ぐらいの性能ということになります。で、Xiaomi Pad 6のスコアが出ました。シングルコアスコアがもう4桁になってますね。1295。で、マルチコアスコアが3245ということで、かなり早いです。ハイエンドクラスです。もうそろそろこちらのOppo Reno 9A も終わりそうです。はい、終わりました。スコアが出ます。はい、出ました。Oppo Reno 9A なんですけれども、SOC が Snapdragon 695。で、こちらのシングルコアスコアが908。マルチコアスコアが2003ということで、こちらの Xiaomi Pad 6の方が、マルチコアスコアで言うと1100以上の差をつけて、早いと。という結果になりました。以上です。GPU 性能の測定をするため、3D マークのワイルドライフベンチマークを行っていきたいと思います。で、こちらが今回紹介しております、Xiaomi の Pad 6で、SOC が Snapdragon 870になります。で、今回こちら、比較対象としております、Oppo Reno 9A のスマートフォンなんですけれども、SOC が Snapdragon 95 5G になります。それではスタートしたいと思います。ドン。はい、スタートしました。どちらが読み込み早いかなんですけれども、やはりこちらの Xiaomi の Pad 6の方が読み込み早かったです。Pad 6の方が格付きがなくスムーズです。で、こちらのポーリの 9A は、やはり格ついてます。PS を見ますと、Pad 6の方は20弱で動いております。で、こちらの Oppo Reno 9A は、だいたい FPS が7ぐらいで動いてます。PS で見ますと、Pad 6の方が3倍ぐらい早いという感じです。そろそろ、パッド6は終わりそうです。あ、終わりました。パッド6のスコアは3524ということで、で、こちらの Oppo Reno 9A も終わりました。こちらのスコアは1220ということで、だいたいやはりパッド6の方が3倍早いという結果が出ました。Xiaomi パッドの方がハイエンド級の性能を持っているという感じです。はい、以上です。4K60fps の YouTube 動画なんですけれども、これをこの Xiaomi パッド6の11インチのタブレットで見ていきたいと思います。
こちら画質がここにある通り 4K2160p の 60fps モードで表示しております。まあ、ただこちらは 1880×1800 なので 4K ではないんですが 3K として表示されてしまうんですが、全体としては 4K で作動しております。で、音と画面のスムーズさを見ていただければと思います。山野桜デジタルです。こんにちは。いつもはですね、味のあるガジェットの紹介中心なんですけれども、かなり綺麗ですよね。この桜、これはもう満開に近いですけれども、この綺麗な桜を皆さんに動画でお見せしたいと思い、アップしました。かなり綺麗に表示されてます。4K 動画になっております。まあ、この季節、この時期だけ、やはりスナップドラゴンこうした綺麗なですね桜が見れるので、870は早いですよね。まあ、ですから 4K でも全然耐えられるスピードになってます。次はスピーカーの音のチェックをしていきたいと思います。これここからですね、4つのスピーカーから音が出ます。ドルビーアトモスに対応しております。こちらはコステックスのダブルバスレフ型の 2way スピーカーということで、低音がかなり効いてるんですけれども、まあ、この低音がどのぐらいこのタブレットとして出てくるかっていうところを聞いていただければと思います。はい、それではいきます。はい、どうでしょう。やはり低域の音は弱いですけれども、まあ、聞こえないことはないです。まあ、普通のタブレットよりは音はいいかなという気がします。高域と中域の音はよく出てます。Xiaomi Pad 6でカメラの機能を見ていきたいと思います。こちらは 4K30fps で撮影しました。手ブレ補正機能があるか不明なのですが、動画を見ますとスムーズな動きとなっております。カクつきはあまり見られておりません。色味については少々青が強いような感じしますが、特に問題ないレベルだと思います。いかがでしょうか。次は写真です。1倍、3倍、いかがでしょうか。こちらは Xiaomi の Pad 6の使用のページになります。まず Xiaomi の色なんですけど、3色ございます。で、今回、まあ、白バーっぽいんですけれども、シャンパンゴールドを購入しております。で、サイズはここにある通り、こちら画面サイズが11インチですので、まあ、このようなサイズになっております。で、重量が 500g 切ってるということで、11インチではかなり軽いんではないかと思います。ちなみにベゼルの太さというか長さがだいたい 7、8ミリという感じでした。とプロセッサーはクアラコムのスナップドラゴン870、ハイエンド級の SoC ということです。まあ、ただ870ですと今だいぶ世代が変わって、今スナップドラゴン8ジェン3とか出てきておりますので、少々古いかもしれません。で、メモリストレージは6ギガの 128GB の方を購入しております。で、メモリ8ギガというものもあるみたいです。で、ただストレージの方に2ギガ拡張して、メインメモリ1ギガというふうに設定されております。で、ディスプレイなんですけれども、サイズは11インチ、スクリーンは LCD ということで、で、解像度はかなり高く 2880×1800 ということで、まあ、3K に近いディスプレイになってます。で、リフレッシュレートも 144Hz ということで、かなり速いリフレッシュレートですね。一回ちょっとこれスクロールしてみますけど、いかがでしょう。滑らかですよね。で、輝度は 550nit です。はい。で、あとカメラなんですけど、リアカメラが1300万画素で、フロントカメラが800万画素ということで、タブレットでは普通のカメラとなってます。で、バッテリーは8840mAh ということで、かなり大きいですね。で、33W の急速充電に対応しております。あ、そうだ、4スピーカーになってます。で、マイクも4マイクということで、で、ドルビーアトモスの対応されております。で、センサーはこちらにある通りですね、見ていただければと思います。で、 Android 13以上になります。まとめになります。いかがでしたでしょうか。スナップドラゴン 870G 搭載で、キャッチフレーズ通りハイクオリティだと思いました。仕事やゲームにも問題なく使えそうです。特に画面はクオリティが高く、また4スピーカー、そしてカメラに関しては手ブレの補正がされているような感じでした。これといって欠点の見当たらないタブレットです。最後までご視聴ありがとうございました。今後もガジェット体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。また評価コメントいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。